ビクトールモテはフランスの画家である。ノール県のリールで生まれた。父親は独学のアマチュア画家で、息子の才能を認めてパリに送って美術を学ばせたが、資金不足ですぐに帰郷しなければならなかった。父親の友人で、ジャック・ルイ・ダビットの弟子だったリールの画家、リエナールに学んだ後、1828年頃、再びパリに出て、エコール・デ・ボザールで、 フランスワイド・アール・ピコに学び、ドミニク・アングルの弟子になった。1830年に、フランス7月革命で、シャルル10世が退位したことは、ブルボン家の信奉者であった家族に動揺を与え、再びリールに呼び戻された。その後結婚し、国外を旅するようになった。特にローマに長く滞在した。ローマでは再びアングルの指導を受けた。ローマで、フレスコ画の技術に習熟した。 1838年にフランスに戻りパリに住んだ。展覧会に出展しながらフレスコ画に取り組み宗教的な主題の作品を描いた。14世紀のフィレンツェの画家、チェンニー・チェンニーニーの著書、イルリブロ・デル・アルテの翻訳をした。1840年代からいくつかの教会のフレスコ画を制作するとともに肖像画家として働いた。ありがとうございます。